こんな風に生産原価の表をチェックして、もう毎月どころか毎週、まあ、毎週やってないか2週間に1回ずつぐらい、今もう本当1時間半ぐらいかけてから計算してやります。でこれをやっていかないと利益が出らんのじゃ。これが、これが、まあ、僕がね今回皆さん方にお伝えしたかった、これから農業で成功できる3つのチャンス。まずは卸業者やネット販売や商品開発というね、本当の本当の立ち位置をチェンジするっていうやり方はめちゃめちゃチャンスです。でもそんなこと言ったって、もう俺にはちょっとできない、もう農協出荷してるから無理とかいろいろある。でもこれ生産原価を出して、俺は今原価いくらなんだろう、いくらの原価のビジネスをしてるんだって、これだったら皆さんできるじゃないですか。やりましょう、これやりましょうよ。でこれができて原価を極力下げる努力をした人がここ、原価を下げた努力をしない人がここ。はい、平成5年、平成6、あ、間違えた、令和5年、令和7年、令和10年、どうなってるでしょうか。僕は間違いなくこれからこの原価率っていうものにフォーカスした人だけが平成5年、平成、あ、間違えた、令和5年、令和7年ぐらいによっしゃって言ってるというふうに僕はそう信じて、僕のところに集まるメンバーにはこれを徹底して数字に強くなる農家になる、これをですね皆さんにお伝えをしております。はい、ということでこれから農業で成功できる3つのチャンスは3つあります。だけどこの3つと違うやり方でこっちのチャンネルもあります。そのためにやる方法、生産原価を出す、構造を知る、利益と所得の考え、大事なのは原価率ですよ。そして記録をつけていきましょう。これがね今日皆さん方にお伝えしたかった内容です。さあいかがだったでしょうか、ね、皆さんがねやっている、このね工場塾、ね、工場塾っていうのも非常にねいい名前、これね僕も調べたんですけど、このね、この上杉鷹山が、ね、藩を改革するときに行ったね、塾大というふうにね、調べていただきました。で皆さん方もそのね上杉鷹山の工場館っていう名前から工場塾って取ったっていうふうに、まあ、椿さんからお伺いしてるんですけれども、この上杉鷹山ですら当時やった大きな改革3つ、この大倹約の実行、大倹約令の実行、これ何かって言ったら原価を見直して金をちゃんと正しく使いましょう、倹約しましょう、まさに今私が皆さん方に伝えた原価を見直してお金を、まあ節約っていうか見直しましょうよって、ね、本当にそのお金必要ですかって、ちゃんと利益率っていうのは 50% 確保できてますか、これなんです。そして2番目、米以外の、食産差工業を起こしましょう、これが上杉鷹山が言っているこの、藩の再生、工場館でやってた勉強でやってたのはもう米だけ作ってたってダメだ、加工品作りましょう、立ち位置をチェンジして、ね、米以外の高付加価値品を作りましょうよ、これまさに今今日僕が言った3つの立ち位置チェンジなんですよ。3つの立ち位置チェンジなんです。つまり今日僕が皆さん方にお話した内容というのは、上杉鷹山が当時改革をするときにこれからの時代生き抜くために言ったのの2つをご紹介させていただいたんですよ今回は、でさらに言うと皆さん方はこの3つ目、人材育成、組織改革、福祉政策っていうふうに上杉鷹山出してるんですけど、ここに書いてあります、学問を奨励し人材育成に投資する、まさに皆さん方今こうやって、まあ、毎週なのか毎月なのか分かりませんけど、自分たちの時間と労力ね、昼間お忙しい中、体プタプタの中、夜みんなで勉強しようよって集まる意識高い人たちじゃないですか。それ勉強会でこうやって集まってるわけでしょ。もうまさにこの上杉鷹山がやる工場塾そのもののことを皆さん実践してらっしゃるんですよね。さあもしね今日の話少しでもねなんか皆さん方に響いたのであるならば、この大倹約令の実行、いわゆる原価っていうものを見直す、ぜひやってみてください。もしくはこの米以外の食産工業の、をやる、つまり立ち位置をチェンジして卸なのかネットなのか商品開発なのか、そういう2つのチャンスがありますよっていうのが今回皆さん方にどうしてもねこういう機会でお伝えしたかった内容です。はい、ということですいませんちょっと時間オーバーしましたけど、まあ、これでですね私の講演に開始させていただきます。最後までご清聴いただきましてありがとうございました。